はい、どうも、タクタクです。はい、どうも、イトリです。え、ちょっと、なんですか、今日からね。なんかこそばいな、なんで1回目よりちょっと緊張してんのかっていうところありますけど。いや、そうなんですよ。まあ、前回ね、はい、フリートークで、そうですね、まあ、ちょっとイトリと今後なんかやっていこうぜって話になってて、うん、でちょっと2人ともにはね、共通でハマってるゲームがあるんですよ、はい、ね、そうですね、アイデンティティファイ。もうちょっと、はいはいはい、なんでそんなに今日は片言なんですか、すべての言葉が。ね、理由なんですよね、はい、いつもなら全く緊張しないんですけど、そうですよね、今日ね、こっちの方にテレビの取材の人が来てて、そうですね、ちょっといつも緊張してない。いやいや、おかしくないですか、うちらいつも、そうだね、ね、毎月収録してるじゃないですか。そうですね。もカメラ回って、そうですね。で、テレビにも出てるわけじゃないですか。はい、いや、でもなんか、俺人見知りだからこうね、こう、知ってる人なら、人見知りの極みなんだって。知ってる人なら緊張しないけど、うん、やっぱね、こう初めて会ったりとかね、普段は。取材があるからって言って自分も誘われましたからね、心細いから。心細いから。非常に心細いから来てもらっていい。本当に、いや、まあ大体、ね、まあ、いろいろありますけどね。っていう、なんかずいぶんずれたけど、はい、そう。なんか一緒にやっぱできるゲームをやりたくて、そうですね。で、かつ、今もう、めちゃくちゃ流行ってるゲームって言ったらもう、ね、うん、第五人格、アイデンティティ5しかないな、ね、ということで、はい、もうちょっとやっていこうと。そうですね。うん、これは再生数伸びるだろうと。言っちゃいけないと。カットしようかな。そう。まあ再生数もね、旬なんで。まあ再生数はまあ置いといたとしても、普通にマジ神ゲーなんで、ちょっとやっていこうかと、はい、思いまして。はい。で、結構ね、私はやってますよ、伊藤 D。なるほど。はい。で、もう大体人格は全部100になったし。ああ。で、ちょっと今回ね、うん、2人でやるにあたって、はい。ちょっと一つの仮説というか、うんうん、やってみたい検証があるんですよね。ほう。これあんまデュオでこうね、一緒にグループ実況というか、してる人いないと思うんで、うんうんうん、そこでちょっとね、今後デュオでこう立ち回っていく上では、うん、どんな風にね、攻略してたらいいのかなっていうのをちょっとね、やっていきたいんですよ。はいはい、はい、それが二人泥棒。ドシンプル。いや だし今若干甘噛みというか、ドーボーって聞こえましたけど。ドーボーって言うんだ。うん。泥棒ですね。泥棒ね。そうですね。そう。はいはい。でも、ちょっとやっていきましょうか。OK。いや、これね、おい、ちょっとやる前に、うん、どんな感じでいくかというと、うん、あ、ね、俺、一緒に行くと。ね。懐中電灯あるじゃん、うん、あります。2人同時にこう懐中電灯を当ててったら、うんうん、もうずっとハンター気絶させられるんじゃないかなっていう。でまあそれはないんじゃない。いやでもちょっとそれをやってみたかったんだよ。2人でそうハンターに光を浴びさせると、うん、ちょっと中心行こう。中心病院の中行こう。オッケー。病院の2階で合流しよう。2階大体あるでしょ、うん、解読機ね。はいはい。あ、一回でもいいけど。今どこにいる？今後ろ多分ついてってるところ。あ、後ろにいますよ。オッケーオッケー。解読機一回ない。二回行こう。オッケー。まあ普通にやりますよ。これハンターがね、全然来ないパターンもあります。あ、いるいるいる。誰かいる。よし、解読とりあえずしましょう。うん、手伝おう手伝おう。で、来たら、これさ、うん、板あるじゃん。うん、うん。走ってる時、後ろの泥棒が板を必ず倒す係って言って、うん、なるほど。いきなり焦って前の人やっちゃって、俺乗り越えられへんみたいな感じになるから、泥棒に限らずね、それはやられたらめっちゃね、イラッとするよね。そう。これちょっと息合わせてこうで。あ、ごめん。みっともないボンミスを、早速。え、これだって普通に俺ら見つからないまま。いや、そう。今その可能性がちょっとある。あ、待った、医者。ちょっと、救いに行ってみる。うん、ちょっと行きましょう。どこあ、あっちだ。で、それこそ、救いに。そうだね、そうだね。懐中電灯2本で。懐中電灯、ダブル懐中電灯で行こう。意外ともう近いぞ。もう早速、ライト。ちょっと早くないライト出す瞬間。いや、そのタイプ。正面じゃないと意味ないから、ね。あ、そうそうだね。そろそろ
よし、ほれほれほれ、全然こっち見ようとしない、全然こっち見ようとしないぞ、ほんとろこれ。いや、企画と全然趣旨ちげえから普通に助けちゃ意味ないでしょ。行くぞ行くぞ、返して。でも全然なんか動かないんだけど、あ、痛い。全然や。え、あの医師の人も全然動かないよ。なんで、ちょ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 、俺やばい俺やばい俺やばい、バーン。オッケーオッケー、あーだだだだ、つら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 、あー気づいた、あーやばいやばい。もうなんもそもそも俺らクソ下手くそやん。ちょっと終わったんだけど、伊藤にもやられてんの。違う、マジでこれライトに固執したらまず無理だって。ちょっと俺今自己治癒、自己治癒、今ここで見てる。自己治癒、自己治癒、ここで見てる。自己治癒やつけてる、つけてます、つけてます。あー来た、伊藤、伊藤から、伊藤からお願い。伊藤でいいから、伊藤でいいからお願いします。お、あ、冒険家も来たのか。助けに来てくれて、だからあの医師完全に落ちてますね。ちょっと伊藤で病院に行けよ。あの、もし自己治癒成功したら。自己治癒もうちょい。オッケー、俺成功した。あああまだまだ、あ、まだ自己治癒いける。あ、これあれか、今ギリギリで冒険家に助けてもらったからか。なるほど。とりあえず今、冒険家に今、さらに、治癒してもらって、体力満タン。OK。で、あ、飛んだ、あ、無理か。無理か。いや、ライト効かねえな、絶対。糸で復活した？復活してますよ。後ろついて、ついてってます。あ、みんなついてきてくれてる。これ、絶望感ある。さあ、こっからよ。すげえ、あれだわ、あのキャンパーだ。はい、今の完璧。倒して、あ、やべ、倒して。めっちゃ、ちょ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 、いや、下手すぎる。俺が下手すぎるわ、これは。いや、もう企画の趣旨が本当に一つも。待て待て、いける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 。 OK、OK、OK、OK。あ、冒険家やらせてたんだ。リアルスキルだな。伴ってねえんだよな。もう検証の毛の字もないわ。よし、いや、なんで俺ばっかり。やっぱそうなっちゃう。よし、ナイスナイス。体力が進みませんな、これな。そうですね。はい、助けます。ナイスナイスナイス。いや、あいつ飛ぶぞ、多分そろそろ。いや、まだ逃げ切るかな。いやー、ここ来てるわ、移動で来てるわ。いや、最悪。ああ、これ渾身なんだ。はい、終わり。多分死のあれじゃないですか、恐怖の一撃じゃないですか。治療中にやったらね。あ、投稿するっていうのを急に。多分これ冒険家ですよね。冒険家が投稿する。そもそもね、ちょっと人付き合いようかな。なんですか。そもそもね、サバイバーが2人ともクソ下手な、うん、いや、ちょっと待って、それを言うんだったら、うん、俺はサバイバーめっちゃやってるから、ある程度自信もある。はい。けど、その、今回は検証なわけじゃないですか。そうですね。で、光を当て続けるとか。はいはい。その意識をした瞬間にダメだね。今のは全部崩れたね。まあ、無理なことはしないでいこうじゃん。無理なことはしない。無理はしない。じゃあ、普通に、まず勝ちに行くを前提で。そうそうそう、勝ちに行くを前提でいこう。ちょっと今のはね、うん、1回目はちょっとまずかったね。今完全に編集点、編集点が今できたな。いや、分かったよ、当たり前やん。あ、なるほどね。編集点を作った。あ、すごい。いや、まああの、うん、勝ちにまずこだわるっていうのを意識するだけで、うん、そうだね、うん、勝つことはできる、うん、ここ2人が組めば。ここ勝てないとね、もうこの先何のゲームやっても無理ですよ。まあ、俺ら二人だけが生き残ればいいから、うんうん、まあ、ちょっと無理そうならすぐ諦めよう。どういうこと？けど、うん、あ、さっきみたいに取り直すってこと？いや、違う、うん、さっきみたいに、うん、無理に助けに行かなくてもいいんじゃないかなみたいな。あ、なるほどね。これどこで合流する？いや、これね、なかなか地図ないと難しいよね。ここね、分かりにくいんだよね。まあまあまあ、とりあえず解読しようか。うん、解読一回やってみて、どっかで必ず会うでしょう。俺も近くにいる。あ、つか見つかったかも。え、大丈夫？ちょっと医者になすりつけたい。医者をなすりつけないほうがいい。あ、間違えた、間違えたぞ。やろう、
ンタうまい。ハンターうまいわ。なるほど。あ、これ病院あんじゃん。中央。うんうんうん、あ、これ一発食らうな俺。あ、誰か今人いたな。あ、オッケーオッケー。場所は分かった。ハンターの場所は分かった。うん、あそこら辺に今俺追われてるからね。オッケーオッケー。とてもピンチで。でも普通にダメージ食らってんじゃん。もう食らってます。あそもそもね、検証云々の問題になりかねてるから。そうだね。影山影山。お医者さんなんですけど。やばい負けないかもしれないこれ。いや、マジ？あ、でもここ、あ、あ、バカないって。あ、あっぷな。ちょっとなんで、動いて動いてそう、もうシステム的なところを突っ込んじゃう。待って、俺近くにいるから、これ解読終わったら助けに行こう。よし、オッケー、いける。ライト。あ、俺の方に来た。さよなら、移動でいい。おい違う俺助けに来たのに。あー、行って、無理、移動で逃げよう。俺は来てくれ。オッケーオッケー。ちょっと2階、2階に行けよ、2階に。オッケー、2階行こう。来てる、追ってきてる。いや、に来た。なんとか、あ、負けたかも。オッケー、じゃあ2階で、うん、多分大丈夫。来てる、あ、こっち来てるんだ。あ、やべ、来てるな。あ、来てる。いや、逃げろ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 。オッケーオッケー。俺を降りる。いや、早い、このハンター、やばい。ほら、マジか、窓枠を使う。危ない。これ逃げれない。マジ？あ、固まった。あー、やばい。あーい。オッケーオッケーオッケー。助けに行く、助けに行く。でも、解読がすげー進んでるからね。あ、本当だ。俺らのおかげでね。そうだ、こちらがおとりになってる間に。そうそうそう。泥棒って本来そういう役割やから、うん、あ、お友達置いてかれたわ。あ、なんかこれ先お友達だね、伊藤でやるの、行くなら。あ、これ寄ってきて。オフェンス、あ、オフェンスないです。いや、オフェンスありがたい。オフェンスありがたい。オフェンスないです。ちょ、俺、ここに。あー、もらっちゃった。あ、でもまだ、あの、あれ、あの、人格でなんとかなってる。へぇ、あれ、あれ、なんだっけ、人格。そういう能力がある。そう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 。どこだ、ちょっと。あ、バレてる。普通に場所バレてる。あ、そっか、足跡か。はい、え、今、糸でどこにいるの？どこってね、なかなか言いづらいけどね。どこ、逆にどこ行った？助け、あ、いたいたいた。体力がないからな。いや、縛られてます。いや、いける。お、お前先生。オッケー。人形の能力。何？何？いやー、マジか。サバイバーむずいな。ハンターがいかにやりやすいかとか優遇されてるかが分かるわ、これは。あ、いやー、まあ、行ってきます。いや、ほんと、なんだよ、マジ全然こう、しっくりと期待が取れてねえわ、ここまで。いやー、実力不足ですね。すごいね、こんな大事な日にこのゲームはなぜチョイスしたっていうところですよ、もう。やばい、俺もやばい。あー、終わる。あー、更新だった。恐怖の一撃だ。恐怖の一撃。これ、あと一人、あと二人いるんか。助けに来るかな。センサー来てくれるよ。いや、友達もね、もう俺俺らがどうにかしなきゃやっぱいけないところですよね。そうだ、俺はね、そうだ、カメラ回しちゃってる以上さ。まあ、多分こうカット。これそんなんカット。使える絵がほとんどね。ないからね。うん、え、まあ、いや、でも俺はこういう結果でもいいなと思ってて。あ、そうだ。お、とりあえず解読全て完了して。あ、本当だね。あと脱出するだけだ。あ、でも医者とオフェンス一緒にいるんだ、多分。医者こっち、医者こっち来てんじゃね。あ、医者助けに来るかもしれん。間に合い、間に合い、間に合い。いや、これでも先にパペット
分解しないと。ああまあね、あでもこれ間に合わねえわ、飛んでくるからさ無理だ。ちょっと見てこようかな。あ、飛んだ。あこれはこれはね、これはひどいね、うん、これはひどい、これはひどいね。これやばいっすね、やばい、これやばいっすよ、これやばいわ。これなんすよね、取材班に20分もかかんないですよって言っちゃった手前ね。今何分か。いや、もう20分は経ってます。経ってるわ。多分経ってます。俺の中ではまだ10分ぐらいしか経ってない。あ、経ってないですか。で、相当結構経ってます、ね。あ、22分だ。そうなんです。どうします？え？終わり？今日これで。これで終わりでいいの？これで終わりです。あ、マジ？いや、だからもう一つ分かったのは、アイデンティティ実況をやってる人ってめっちゃうまいじゃん、みんな。いや、うまいと思います。はい。うん、ちょっとお先真っ暗ってことですよね。違う。お先真っ暗っていうか、もう、2回目を想像もできないんだけども、そう以前に。いや、成長していかないと、そこは。いや、まあまあまあ。でも好きなゲーム、ね、好きなゲーム一応ね。そうですね。攻略していきたいなと思うので、うん、ちょっと修行しましょう。だって、伊藤でそもそも人格レベル95じゃん。いや、まあまあまあ。俺だってサバイバー得意じゃないけど、うん、頑張って100人したから、まあ、そういうとこだぞ伊藤 D っていう。違う あなたが胃の一番にやられてるからね。まあそうだね、うん、まあ、そういうとこは棚に上げていくよ。そうそうそう、俺は、うん、そうですね、上げるけど、そういう35年間やめて、ちょっとそんな今そこまで言ってないから。あ、そう、そう、あ、まだそう、まだね、永遠の20代なんで。というわけでね、はいはいはい、じゃあちょっと練習しとこう。で、ちょっとこの理論、じゃあ、同房、無課金でやりたいんだよな、可能なら。うん、うん。無課金で、ある程度やって、遊べますからね。で、で、一通りそのね、医者もそうだし、うん、弁護士もいるし、うん、まあ、幸運寺はいいけど、うん、うん。あと、庭師か。庭師ね、うんうん。庭師とかも一通り使って、また見せれる動画を。待って、みたい。今思い浮かんだ。何？庭師で。何？庭師で、椅子全部壊したらどうなるか。うん、ああ、いや、そんな、大丈夫、そんなもう、やり尽くされたネタだけど、それで。あ、そうなの、ね、やり尽くされてる。あ、そうなの、ね、いかにね、YouTube 見てないかって。ね。まあまあまあ、そういうのも、そういうのもやる。あ、そうなの、ね、うん、そういうのもやりましょう。はい。ということで、ちょっと、はい、出直してきます。時期尚早でしたね。時期尚早だったね、はい。もうちょっと腕前を上げてから、はい、はい。次やりたいと思います、ね。よろしくお願いします、はい。お願いします。それではまた、お会いしましょう。バイバイ。Thank you.